コスペラーズザカツは2020にまだまだ行くよ VR をご覧の皆様、ゴスペラーズです。はい、この映像をね、今皆様 VR で首を振ったりしながら、いろんなことができてるわけです。すごいね。まだ仕組みに気づいてない人は俺と北山が見えてない感じ。あ、そうだ、切れてるみたいな。3人組だと思ってる方、あの首を振ってください、左右に ね首振ってください。見えた、見えたよね。はい、ゴスペラーズもライブ映像を VR にするのは初めての試みでございます。すごいね。だから我々が見るのが楽しみだよね。そうね。だってさ、ものすごいかぶりつきで、自分たちのライブを客席から見てることになるわけでしょ。そういう気持ちでこう見れるわけ、ね、体験できるから、ね、見たいとこ見れるんだよ。あ、あ、それ逆に言うと、見たくないところを見ないでいい。そうです。だから俺は北山見てる人は一生懸命全力でこっち見てもらう。皆さんもね、終始黒沢さんを見るという楽しみ方もあるでしょう。楽しみ。あえてリードボーカルじゃないこの人は今何やってるんだろうって、それをね、ゴスペラーズ的にはそういう楽しみ方もあるんじゃないでしょうか。VR でライブを隅々まで、本当に隅々隅々までお楽しみください。はい、僕らも楽しみにしております。はい、以上ゴスペラーズでした。はい、これね、全員のバイバイ見るために首振るんですよ。首振るのよ、これね。はいはい、はい、別に俺だけ見ててもいいんだよね。見たくない。おい、こっちだよ、こっち、おい、こっちだよ、おい。